皆様、バンエ競馬お楽しみいただいてますか？ここからのお時間はバンスタアンサーです。今回は中村太陽騎手です。それでは中村太陽騎手のプロフィールをご紹介いたします。2002年11月26日生まれ、道南森町出身。今日が誕生日、ハッピーバースデーの21歳です。昨年12月10日ヤマサンレジーナで騎手デビュー、翌日 J スターで初勝利。11月19日現在で通算69勝。今注目の若手騎手として活躍が期待されています。それではお待たせいたしました、中村太陽騎手にバンスターアンサー。いや、髪型は特に何もこだわってるところがないと言います。あまり自分でも、髪型はちょっと気にするタイプじゃないです。ご褒美、それもちょっと自分でもこれがご褒美とかそんなあんまり考えてないですけど、でもこれからそういうのがあればいいなと思っています。そうですね、やっぱり新人の時は10キロを走って、その分レースでもちょっと前々の競馬というか前の競馬をしても、馬が気分よく上がってくれた。今はやはり減量がないので、ある程度息入れて馬と呼吸を合わせないと、なかなか二障害をうまく超えられない。そこを気をつけてます。やっぱり、障害で膝をつかないように、髪触りに特に気をつけています。いいところです。すごい、厩舎全員が一丸となって、仕事をしているというか、みんな一致団結して頑張ってる。そこが一番のいいところだと思います。コーネルは、自分が、もう競馬場に入った時から担当してて、この馬の生まれた時から分かってる馬なんで、本当に、最初にレースに来た時は緊張しましたし、ようやくだいぶコーネルが自分に合わせてくれるというか、だいぶ、コーネルが、僕に合わせてくれてるな。目標は、この場で多くでも、一つ立てるように、心がけてよ。ウルグは、なんて言うんだろう。ちょっと、ガキ大将っていうか、ちょっとこう、自分で騒いでみたりするんですけど、ちょっと、こらこらって言って落ち着かせたりすると、すぐ落ち着いたり、素直なことだと思います。黒帯は、すごい、真面目な馬で、途半力もいいし、降りてからの、辛抱強い足、魅力で、すごい、本当にいい馬です。これからも全力で、一人ずつ、なるべく勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。デビューから1年、勝負師の顔になってきました。それではベストクエスチョンに選ばれた方を発表いたします。モンモンモンさんです。おめでとうございます。さて、次回登場のプレイヤーは林康文騎手です。林康文騎手への質問を募集いたします。ご覧の QR コードからアクセスいただき、どしどしお寄せください。質問は何個でも OK です。メールフォームではバンスタアンサーを選んで質問をお送りください。ベストクエスチョンに選ばれた方にはプレイヤーサイン入りグッズをプレゼント。皆さんのご質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。バンスターアンサー。